はい、今日はここは胆振方面の山に来ました。数時間前まで大雨が降ってたみたいなんですが、落葉キノコ、これ落葉だと思いきや残念ながら違う種類でした。これも食べれるらしいんですけど、カラマツ、これ紅花イグチだったかな、確か網花イグチだったかな、そんなような名前、こればっかり生えてます。はい、歩いてきたら花井口、これは正真正銘の花井口です。うん、3つ、これはちょっとダメだね、ちょっと期待が持てそうです。こっち見えたぞ、これこれこれやべえ、立派、極上でしょ。ちっちゃいのがたくさん出てる。残しやろ。残す。残す、残す。これは残す。これは残す。そんなね、キノコがすげえなってるってわけじゃないんだけどね。なんていうんだろう。なってるところを見つければこんな風になってる感じ。で、今日雨降ったから結構ぬめってる。ちっちゃいのはね、置いとくわ。こういうの、明日。誰か取りに来るかもしれないし、ね、ちょっと入っただけでこれだけで結構群れがでかい、当たればでかい。この雨で一気に出た感じ、はい、畑しめずもやっぱり雨で出てきてました。こういう葉っぱの影っちょに、またはキノコがあったところの周りを、なかなか難しいですね。毎年鳴ってる場所なんで、ちょっと歩いておけば。これはなんだっけ、桜竹ですかね、毒キノコですねこれね。ここら辺に、お、あったぞ。なんかもう、結構最近見かけてるから、あそこまで感動も覚えなくなった。畑しめじです。明日は土曜日なんで、取られちゃうね。取っとこう。まだあるか。これも畑しめじかな、間違いない、色が違うタイプですね。前ここ鳴ってなかったよな、ここにもあった、うん、これよく帰ってます。それ帰って、たくさんなってます。こっちも。